今回紹介するお店は福井県越前市にあるふわふわ卵のカツ丼が人気のお店、そばどころつるあんです。JR 武生駅から車で5分ほど走ったところにあり、お昼時は行列ができるお店です。今回はオープン11時に来たので並ぶことなくは入れました。まず最初に注文したのはでかいエビ天が乗る天ぷらそばを注文しました。普段温かいそばを食べることの少ない私ですが、つるあんの天ぷらそばはでかいエビ天もさることながら、コシのあるそばにだし汁がすごく美味しいので注文します。次に注文したのは、つるあんで一番人気のふわふわ卵のカツ丼です。月に一度は食べに来てます。揚げたてのカツとふわふわの卵、口に入れた時の満足感がすごい。卵カツの出汁がうまい。旨味のある薄味、その分カツの味がしっかり味わえます。丼は見た目以上に大きいので食べ応えがあります。小さなおろしそばもうまい。さっぱりとしてるので卵カツ丼との相性もバッチリ。福井県越前市に来たら、そばどころつるあんで美味しいそばとふわふわ卵のカツ丼を食べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。